米 -27 は日本海軍の計画した潜水母艦。3隻の建造が計画されたが建造には至らなかった。1940年頃の日本海軍の潜水母艦の状況は早くじら、長芸の2隻が寒令15年を超えており、将来は練習艦として活用されることが計画されていた。残りの3隻では、 平時は良いが戦時体制での艦隊拡張、または修理の際には、席数が足らない見通しであった。そこで、民間庁洋商船改造の特設潜水母艦で、その場をしのぐとともに、新たな潜水母艦が1942年度の軍備、充実計画で2隻が、またその後のミッドウェイ海戦による改めご計画へ変更で、 若干の設計改正を行った上で一隻像の三隻が計画された。計画番号は J-27、計画線表では V-27 と呼ばれた。優秀な居住、補給、整備、通信能力を有していたとされ、空母改造を前提とした大クジラとは異なる、かつ理にかなった本格な潜水母艦であると考えられる。 三隻とも三菱長崎造船所での建造を、一番艦は九百四十五年より建造を開始、引き続き二点三番艦が寄港され、最終艦は九百四十八年末に竣工する予定だった。しかし、その後の戦局の悪化で着工には至らず、計画のみに終わった。性能諸元のデータは主に写真日本の軍艦第十三艦による不足分を 海軍艦艇士さんと幻の潜水母艦5034号艦から補った。ありがとうございます。